お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろ今日もありましたけれども、ね、何ですか。どうぞ。今日私は愛ちゃんのやっぱり DNA がすごいなって思いました。旦那さんがまんまなんですよ。あ、子供のね、写真今日、長男でしょ、特に長男させてもらったんですけど、長男がそっくりなんですよ。でもね、やっぱりね、僕もさっきあのメイクルームで聞いたんですけども、愛ちゃんの旦那さんがラグビー選手だと、もしかしたら前聞いたかもしれないけど、ちょっと失念してて、でもこのラグビーブームがあったわけじゃないですか、お子さんとかがラグビーやりたいってことにならないんですか。あのね、もともと言ってたんですけど、これさ、あくまでこのガンガン顔出していいよ。大概ちょっとハートにしたりね、言われてますよね。でも OK よ、出てる。うちの子はノリノリでした。いつ出るのみたいな。逆にね、小さいうちなのでいいかなと思いまして、長男、次男、そして一番下の長女なんですけれども。ラグビーやりたいって言ってんの。もうすでにね、長男と次男はラグビー始めてまして。えーだ、すごい。地元にヤマハの、ラグビースクールっていうのがあるんですけど、今回のこのラグビーブームで、かなりの入部希望があったってことで、なるほど。明日久しぶりに私も行くんですけど、楽しみで仕方ない。そうなんだ。で、長男が年長さんで始めた頃は本当に数えるくらいしかいなかったんですけど、もう今やね、静岡市とか浜松市から磐田市にラグビーを習いに来てくる。激アツじゃん。すごいでしょ。激アツしてます。でもサッカーでやっぱユースみたいな感じでね、そこからもしかしたらプロになんていうね、でも次世代プロリーグができるかもなんて言われてるから、ちょっと今回のラグビーをブームとね、せずにというかね、なったらすごいよな、ね。いや、僕も全然知らなかったけど、たまたまちょっと他局だけどね、ラグビー中継の責任者みたいな人とちょっと知り合いなのよ。はいはいはい。でお話ししてて、事務所の先輩もあの上田さんが、クリームの上田さんがラグビーやってて、やってた、熊本でクリーム酒のお二人はラグビーやってたんですよ。で、話を聞いてて、面白いなと思ってたら、今回みんなね、食いついて数字も良かったけれども、ここまで盛り上がるって正直関係者の方たちも思ってなかったんだよね。分かんない。新語流行語のワードに5つもノミネートされてますもんね、ラグビー関係で。選手の方々がバラエティ出まくってるじゃないですか。そんなの、ご愛ちゃんの旦那さんもなんか聞いたら、そうなんですよ、スポーツ番組にいくつか呼んでもらって、全国放送のやつとかでもでしょ。全国放送でも呼んでもらったんですよ。でね、なんかあんまり口下手なタイプなので、喋りは上手くないのに、ちょっとこのブームに乗って、今後ちょっとみたいな気が出てきたので、寿さん、ちょっとどうにかそこらへんつなげてください。いかがですかね。いや、例えばうちの事務所ね、ちっちゃい事務所ですけど、やっぱ新しい方いらっしゃらないんです、なかなか。うちはね、もうね、入んられないんですよ。あ、でも、なんか、知らん、これも言ったかな、前な、最後、ごめんね、いい話しちゃって、ね、事務所のね、ホームページってあるでしょ、で、うちは事務所の社長が、もう少数制限、新しい子たちは入れないからなんて言ったのに、新しいタレントが僕の上に切ったんですよ。誰だと思ったら、マツコロイドって言って、マツコデラックスのロボット、AI の、びっくりして、ホームページ上に芸歴25、6年の僕より上にドンってマツコロイドって言って、タレント契約したみたい、マツコロイドと。ちゃんと出てるんですか、公式で。出てた、出てた。だから営業とかに行くんだって。だからロボットがマツコデラックスは営業やんないから、だから待ってもマツコさんでお願いしますって言った時に、いや、マツコはいけません、その代わりマツコロイドはって言って、ロボットがいけど、番組の企画でマツコロイドってのができたんだけれども、その権利を事務所が買い取ったんって。すごい、はい、あっという間に抜かれた。すぐ抜かれた。そんな話ごめんなさいね。でも愛ちゃんの旦那さん、これからね、テレビでもしかしたら活躍するかもしれないと。お願いします。ね、はい、今週もありがとうございました。また来週。